はい、どうもおはようございます。マックス鈴木でございます。私は本日東京ですね、大塚にございます毎度おなじみ家系ラーメンが超美味しいでございますね、イブスケさん、麺屋イブスケさんというところに来ております。でですね、本日やる内容なんですけれども、家系ラーメンで満足いくまで限界まで食べたら果たして体重は何キロ増えてるのかと、そういった内容になっております。で、今回全面的にこちらのイブスケさんに撮影協力をいただきました。本当にありがとうございます。でですね、こちらのラーメンなんですけれども、醤油だったり塩だったりとか、あと期間限定のものあったりもするんですけど、どれも基本的にすごく美味しいです。で、まあ、チャーシューはいぶされてる、あの家系の例のやつあるんですけれども、今回は食べてるところは結構飛ばし飛ばしにはなるかなと思います。多分メインが体重の増加になると思うので、ちょっとだけいつもの大食い動画とは変わった内容になるとは思うんですけれども、最後までぜひお楽しみいただければと思います。ではこの後体重測定をして食べて最後測ってという感じにしますので、よろしくお願いします。いやー、体重増加内容とは言っても好きなものたくさん食べれるというのはこんな幸せなことはないでございますね。はい、はい、さあ00でございますね。いきまーす。どすこい。はい、スタートの体重が 87.、体重45。嘘でしょ、そんなんの60。ちょっと待って、ちょっと待って、これめっちゃ面白い。これ 87.3 キロです。はい、それではもろもろの準備が整いましたので、今から食べていきたいと思います。いただきます。で、こちらのラーメンなんですけれども、ネギチャーシュー麺に、海苔味玉トッピングということでございます。で、これご飯はちょっとおかわりあれなんで、ラーメン丼に盛れるだけ盛っていただきました。僕のわがままにもね、対応いただきまして、本当にイブスケさんありがとうございます。やっぱ家系っつったらこの海苔でさ、完全なる優勝だぜ。ネギご飯。うまっ。イブスケさん全部好きなんですよ。スープも麺も海苔も油もチャーシューもネギも。燻製チャーシューがまたうまいんだよね。このいぶされた香り、最高。にんにく、味噌的なやつ、いつもにはないですよね、この光景はね。さっぱり生姜、食べるとなんかおかずって感じがするな。うん、ニンニクも味噌もお醤油も美味しいんですけど、この生姜が結構いいアクセントになってますね。これいいわ。
本当にめちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいよ。次のラーメンお願いします。はい、途中経過なんですけれど、1杯目のラーメン食べ終わって水3杯ぐらいなんですけど、そこそこお腹いい感じです。塩ネギチャーシュー麺に海苔味玉。はい、というわけで2杯目が塩ネギチャーシュー麺に海苔味玉でございます。まずはね、このネギからいただきたい。食べてラーメンあと1杯な気がします。あと1杯、はい、食べたあと1杯だと思います。食べないかもしれない結構ありますねそのリハビリ、いいリハビリになりますよ。俺来週かなんかに新しいガオをやるんですけど、今日新しいのを公開するんですけど、来週やるのは生配信予定してるんですよ。で45分か60分で、生配信できなかったら録画にするんですけど、体重をどれだけ増やせるかって勝負で、これチーム戦なんですよ。で俺とケンチャンネルさんという人と、知ってます？とキング山本さんと、あとドラゴ君の4人で2-2にチームで分かれて、なんかルール決めて、で45分か60分で出前を取って体重をより多く増やした方の勝利っていうのをやるんですけど、それのいいあれですよ、トレーニングも。いや思ってるじゃん、やっぱなんかゴール決めてないとやっぱ僕弱いっすね、思いましたここだよっていうのをないと絶対あの1万円強くも大変だと思う。そうですよね、なんかもう気持ちがダメなんですよね多分ね、なんかそんな気がするはい、続きましてが特製つけ麺だよ。ご飯こんぐらいですかね。おそらくこれが最後になる気がします。結構やっぱメンタルも大事なんですね。いや、もうメンタルが全てだと思いますメンタルが全てだと思いますなんか多分バラエティ系の美味しくいっぱい食べるウェイみたいなのはあんま向いてないですよ、正直。食べれないですね。もうその、いやもうやるかやられるかみたいな感覚でやってるんで。ガッチガチの方が本領発揮いいですね。そうっす。もう、なんか腹くくらないとダメなタイプですね。なんか、あんまりノーリスク系が得意じゃないです。リスクを負った方が、この武士をつけた海苔で食べるご飯も美味しい。うまいですね、これね。美味しいですね。うまい。これまた違ってうまいわ。つけ麺はつけ麺でご飯ですね。ね、はい、最初なんかつけ麺とご飯って思ったけど、いやむしろうめえっていう。これは新しい発見だぞ。
1万円近くの方が全然食べてます本当痛い。これいいリハビリになりますね。ガチなの、多分もう1週間近くやってなかったんで。ありがとうございます。はい、とりあえず固形は食べ終わって、あとは水ちょっと入れようかなと思ったんですけど、もういっぱいいっぱいです。なのでお食事はここでごちそうさまでした。ここからすぐに体重乗りたいと思います。体重計、いや食べた。はい、それでは体重計に乗りたいと思います。やべ、マジ苦しい。せーの、ドスン93.9 だったかな。はいはい、というわけでいかがでしたでしょうか。結果はこんな感じだったんですけれども、まあ、あの不甲斐ない結果に渡しまったというか、まあ、言い訳というかやって思ったんですけど、やっぱりな、あの何かあのリスクを負ってないと僕はものすごく力を発揮できないということが今回の実験を通して分かりました。またね、この企画を好評だったらやってみたいと思いますので、もしこの動画がいいねと思った方は、高評価そしてチャンネル登録の方もぜひお願いいたします。本日はマックス鈴木がこちら麺屋いぶすけさんより体重増加チャレンジをお送りさせていただきました。ありがとうございました。本当にラーメンもつけ麺もマジで美味しい、食べに来てください。半端なく美味しいです。